ボン。皆さんこんにちは。はい、ということで本日はカズマ隊長にサプライズをしてみたいと思います。以前ね、ハイエースに乗っていた時に後部座席で彼女がいきなり居酒屋を始めてみたっていう動画をやったと思うんですが、そちらの第2弾になりまーす。ということでですね、ただいまの時刻がじゃじゃーん、2時30分です。体調はね、いつも朝の4時ぐらいまで起きてですね、ずっと仕事をやっているんですけど、私はね、いつもその2時間早い時間ぐらい、1時とか12時ぐらいには先に寝るんですけど、いつもいつもね、夜遅くまでお仕事をしてる体調嫌そうじゃないかということで、高級お寿司屋さんを軽バンで開けていきたいと思います。ということで、前回は居酒屋だったんですが、今回はお寿司屋さんをこちらで開けさせていただきたいと思います。ちょっとね、こちらの棚まずご覧いただきましょうか。じゃーん、ちょっと見えてるんですけど、あ、これはね、卵を巻いてきました、体調にバレないように。で、こちらお寿司の乗せる板なんですけど、これダイソーで発見しまして、こちらを購入しました。で、あとは、グラスとか、お皿だったりとか、そういうので、ここにね、もう酢飯を用意してきているのでですね、今日はちょっとお寿司なんか握っちゃったりしちゃったりしてやっていきたいなと思っております。てなわけでですね、私の横にこのポータブル冷蔵庫を置いてるんですけど、中にはね、こういう感じでぎっしりいろいろ入っているんですが、そう、ネタとかちょっと準備してきたわけですよ。ちょっと見せましょうか、ネタを。じゃあ本日のネタ、じゃーん、ホタテ、大トロ、中トロ、マグロ、ヒラメ、マイカ、甘エビ、カツオのたたきですね。はい、こんな感じでね、いろいろネタを揃えてきたわけなんですけど、いいんじゃない、ちょっとお酒とか用意しちゃったりして、こういうね、ちょっとネギとかもそのまま持ってきちゃったりなんかしちゃったりして、そういう感じで、準備は満タンっていう感じなんですけど、ちょっと後ろだけ夏先取りみたいな感じにしたいので、はい、こちら、じゃーん、居酒屋始めてみました企画を見てくださってる方はわかると思うんですが、これを買えばもう夏が来るんですよ。もうこれをやるだけでもう夏先取りみたいな、マジで流行に乗れるんじゃないかっていうぐらいの、おしゃんなすだれなんですけど、本日も後ろにすだれをかけていきたいと思います。ついでにですけど、深夜の2時半でございます。あ、いいやん、ちょっとだけこういう夏先取りみたいな感じになったんですけど、今から、机とかをちょっとセッティングしたりして、準備をしていきたいと思います。で、体調にはちょっとコンビニ行ってくるみたいな感じのノリでさらっと出てきたので、まさかね、車の後ろでお寿司屋さんが開かれているなんて彼は思ってもいないと思うのでですね、ギャフンと驚かしてやろうと思います。こういう感じでね、お寿司の板を置いて、おしぼり、やっぱこのご時世おしぼりっていうのは大事なの でシンプルでいいんじゃないでしょうか。はい、隊長。はい、何してる。何してるって、寝るんです。あ、今日はもう寝られるということで。寝ます。あ、そうなんや。ちょっとさ、駐車場来て。駐車場？うん。あ、了解です。じゃーん！なんですか、このセットは。お寿司屋さん始めてみました。ついにそんな職人レベルまで達した。入ってきてくださいよ、もうそんな言わず。はい、ということで本日はですね、隊長にサプライズをご用意してました。ありがとうございます。3時ということで、
大将めちゃくちゃ眠たいんですけど大将は眠そうやな。大将は12時に寝るからいつもめちゃくちゃ眠たいんですけど、ちょっと一握りさせてもらおうかな思って。 ありがとうございます。今回ご用意させていただきました。握りまでできるのなんですね大将は。まあこういうご神世なので、ちょっとアルコール消毒の方とかもちょっと手の方にさせてもらっていいですか。ダイレクトで、はい、すいません。あ、結構しっかりされてるんですね。やっぱね、客も来ないんでなかなか厳しいですね注文とか しちゃえる感じですか。あ、本日ですね、お任せコースになってまして、大将のコースになってるんですけど、いいですか。中トロ一つと、あ、じゃあ、まずビールからですね、瓶ビール探したんですけどなくて。なるほど。本日の大将おすすめ、このハートランドですね。ハートランドビールですね。こちらなんか200円ぐらいでめちゃくちゃ安いビールなんですけど、やっぱこれちょっと栓抜き取ってもらっていいですか。あ、セルフですか。セルフですねセルフ。で今日は、スペシャルコースっていうものを、あのスペシャル、あれ大将何年目ですか。タイで買ったんすよね。タイ行った時に、大将が大将がタイ行った時に買ったやつなんですけど。あ、まあお客さん、 あのここ会員制なんすよ。あ、ありがとうございます。会員になった覚えないんですけど。あ、特別ね、今コロナでやっぱりなかなかお客さんも来ないんで。あ、あ、もうあげてもらっていいですか。大将のグラスでかないですか。大将のグラスでかないですか。まあ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 、大将なんで。乾杯。お疲れ様です。なるほどね、こういう味っていうことで。じゃあちょっとビール、あの、つけさせてチェックしときますんで。大将の分もですか。じゃあ、早速ですね、握りの方。これお金払わないといけないんですか。あ、コースなんで今日。あ、なるほど。こっちもやっていかない、こっちもそれやっていかないから。ただではないですよね。今日もいっぱい美味しいの取れてるからね。まず1品目、こちらですね、ひーひー茶碗蒸し。こちらですね、茶碗蒸しの上にちょっとあんかけ風なものがかかっておりまして、その上にグリーンピース季節の豆を乗せさせていただきました。グリーンピー、え、グリーンピースこれ、エンドウ豆ですね。エンドウ豆 と、こちらお正月のエビが冷凍であったので乗せさせていただきました。え、何お正月のエビって怖いねんけど大丈夫、問題ない。あ、ほんま。はい、いただきます。あ、うまいですね。どうすか。めちゃくちゃうまいですね。これちょっと季節をちょっと入れて、やっぱ冷たい茶蒸しがいいかなということで。めちゃくちゃうまないこれ。え、天才なん。これは電子レンジで作ったとは思われへん、うん、味やろ。多分リアルに、うん、お寿司屋さんで出てきても、うん、多分疑わへんと思う。やろ、うん、最近どうですかコロナで。いや厳しいっすね、いろいろ。緊急事態宣言が出ましてですね。あれ、なんか前回、あ、居酒屋移動式居酒屋させてもらったんですけど、はい、その時来られてましたよね。なんか多分行ったっすね。なんかコロナでみたいな、その時も言ってらっしゃったと思うんですけど。その時店もうちょっと大きかった気がするんですけど。やばね、あ、こっちもいろいろあってね、ちょっとやっていけないやっていけない。潰しました。あ、大丈夫大丈夫です大丈夫です。あ、さっき何言っとこうかな、やっぱあっさりしたのからちょっと私言ってほしいな思ってね。あ、切れ目だけここで入れる感じですか。あ、もうあの全部下処理とかしてきてるんで。あ、切れ目だけ。切れ目こう、ちょっとね、狭くなったんでね、やっぱ以前に比べたら。そうですよね。ちょっとだけね。やっぱ大将も厳しいんですか。
やーやっぱ客が来ないよね今って。なんかね、前の居酒屋はあかんかったんですか。前ねちょっとやっぱね良くなくて良くなくてね。あーなるほど。でまあ寿司握ったこともなかったよ今まで。でしょうね。ちょっとまあ感覚でやってみようかなって始めたのが今日からで。今日からで、まあ、今日からでその手をさばき。大丈夫、経験ない割にそこそこ握れてますね。なんか。最初はね、あの今日結構いいイカ取れたんよ。ああそうです。行った時にね、ちょっとね、この岩塩とかでこうこれでちょっと行ってもらっちゃおうかなっていう、シンプルに。あ、醤油とかはつけさせてくれないんですか。つけずに、ちょっと一回でこれでね、行ってもらおうかな思って。あ、了解です。いただきます。うん、あのご飯がちょっと硬い。じゃこれ2時間前からちょっと仕込んでと思う。次大葉の香りなんかちょっと楽しんでもらっちゃおうかなっていう感じです。なるほど。やっぱね、いつも素手でやるんですけどね、あの今はちょっとできないんで、コロナで。そうですよね。いや僕は大丈夫ですよ、素手でも。それなりに形になってるのが腹立つ。なってる。うん。でちょっと今日ね、醤油をですね、ちょっと特製のだし醤油というか、ちょっと、そんな波形どっから、こっちでね、ちょっと行ってもらいましょうか。じゃあ、じゃあちょっと大人な感じでいただきます。一貫ずつ。うん、おいしい。ただな、うん、大葉の味がめちゃくちゃきつい。うるさ、このキャップ。めちゃくちゃ多いやないですか。いや、ちょっとネタ持ってきてるんでな。これ食品ロスとかならないですか。大丈夫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 、全部半額で買った。ご飯食ったる。大丈夫、それ握るやつなんで、もう口持っていったら。大丈夫。何食べたい次。いや、ここでマグロとか言っときたいですね。マグロ三貫盛り行くわ。ありがとうございます。早めに準備してるんですけど。この握る動作大きないですか。大丈夫。大臣はこう体全体でこうやって、うん、本日大トロ入ります。そんなはず。急にオーバースペックなもん出てきた。めちゃくちゃうまそうな大トロや。あ、中トロ入ります。中トロ早っ、握るの。中トロのシャリの形なんか雑やし、やっぱこれ握りすぎてもあかんくて、うん、あの結構難しいんですよ、ね、あ、ふわっとふわっといく感じ。マグロ入ります。マグロのシャリでかいぞ。こちらが本日のおすすめさん、こちらが大トロ、中トロ、マグロになります。食べ比べですか。はい、わさび忘れました。まあまあまあ、いいですいいです。醤油かけます、つけます。あの塗ってくれたら嬉しいです、はい、やっぱねこういうのは素材を楽しんでもらいたいんで、あんまり醤油をベタベタかけたくないんですよね、はい、どうぞ。こういうのって何から食うのが一番いいんですか。まあ、やっぱ下からかな。マグロから。基本は。では大将の言う通りマグロからいきます。
な。うまい。美味しいですね、大将。え、美味しいでしょ。寿司大将握り大トロの方、うん、どう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 、うまい。うまい？違う、やっぱり違いますね。やっぱ違いますか。うん、写真撮影なんかしちゃったりしていいですか。対象泡がどうされました。ちょっと足崩させてもらってます、もう。はい、あの床何も引いてない、板やからさそうだ、痛すぎて。確かに、ちょっと膝立ててるわ。中トロ、ちょっと僕も膝立てさせていただきます。はい、行儀悪いけど、はい、いただきます。どうですか大将、自分で握った中トロは天才天才現れた。やっぱ食べて気づく。何を。あの、やっぱシャリはちょっとでいいな。シャリはちょっと小ぶりなぐらいがいいな。うん、シャリのせいで、うん、中トロが、シャリ噛んでる間に中トロがなくなってってる。大トロやし、なりまくったのか。次はね、ちょっとね、大トロ食べて、はい、コテッとしてると思うんで、ちょっとさっぱり卵焼きとか。卵焼き、これ卵焼きって思ってるかもしれんけど、お寿司屋さんの卵焼きがいっちゃ美味しいから。なるほど。本日任せていただきました厚焼き卵ですね、こちら。え、シャリは。あ、卵もそのまま。あ、なるほど。こう、卵いってもらって、はい、うまっ。ナンバーワン来たかもしれないけど。嘘。何の？お寿司界の。そんなに？え、めちゃくちゃ美味しない卵。うん。卵界のレジェンド。卵界のレジェンド来てるなこれ、うん。ただの卵じゃないろ？うん、めっちゃ美味しい。どうすか、お腹の方は？あ、結構いい感じにいっぱいになってきました。できました。はい。うん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 。じゃあまあもう2品ぐらいって終わるかな。ネタ見た感じあと4品ぐらいはありそうなんですけど今回ね、はい、北海道産のホタテが取れたんで。兄ちゃん、ネタで何がいっちゃ好きなの。あ、意外とでも普通にブリとか好きですね。ブリ、ブリ、ブリって何。ブリは分かるやろ、さすがに。ブリなんか用意してない。魚界のそれはレジェンドか。レジェンドだな。ここでね、ちょっと炙りですげえ行かしていきたいと思います。いつの間にそんなトーチ用意したん。ちょっとこれね、使い方いまいち分かってなくて。それちょっと危ない。さすがに今回諦めます。今回炙りなしでお願いします。ちょっとええとこ見せよう思ったんやけど、はい。まあ、ホタテはそのまま食っても美味しいんですね。うるさい。じゃあいただきます。いただきます。うまい。ええホタテ仕入れてきましたね今回は。ええホタテ仕焼きさせてきました。ちょっとどうしてもやりたいのがあって、はい、あのさっき抜いてきたネギなんですけど、これネギいけますよね。あ、全然いけます。これね、あの北海道で買ってきたネギなんですよ。あ、そうなんですか。で、最近兄ちゃんどうなんよ。こう、外を出る機会が多かったんですけどね、うん、最近出ることも少なくなってきました。あら、そうか。それでですね、うん、一緒にあの住んでる彼女がいるんですけど。おお、彼女な。はい。どうした？僕は結構外出なくても大丈夫な方なんですよ。うん、比較的。
うん、まあ1週間ぐらいでもいけるかなっていう感じなんですけど、うんうんうん、彼女の方はですね、うん、もう1日外出なかっただけでですね、うん、結構ストレスが溜まるみたいで、はい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 、そういう場合ってどうしたらいいんですかね。それ君が悪いね。ちょっと言わせてもらうけど、ちょっと言わせてもらうけど、うん、君が悪いかな。ちょっとイライラしてきてね、シャリが固めに。何ですかこれは。カツオのたたき握りや。ネギが添えられてる。どうぞ。いただきます。こんなやつ初めて見ました。洒落てる？あ、ん？うまい。美味しい？うん。またこの海苔がいい味出してますね。あ、出してます？やっぱ、はい、すごいネギの香りがしますね。鼻に抜けてカツオの臭みがなくなる。大将作って自ら食レポしてる。うん。どうすかコースの方は。いや、もう結構お腹いっぱいになってきましたね。してます。まあまあ、はい、ちょっとね、あの寿司はね、やっぱ最後はねデザート、ちょっと最後はちょっとデザートとか食べてもらおうかなと思って。あ、食べたいです、デザート。高級メロンの方をご用意させていただきました。こちらどうぞどうぞ。大将メロン嫌いっすよね。いただきます。いただきます。あ、うまい。あ、どうぞどうぞ。2つ食べてください。やっぱり大将メロン食えないですよね。雰囲気だけでメロン買ってきましたよね。リフレッシュの方はどうですか。 ありがとうございます。だいぶリフレッシュされました。いや、なんかお寿司屋さん来たような気分になれました。え、本当ですか。一番大好きな、ね、食べ物が私はお寿司なので。私の大好きなもの。カー君はついでに大好きなお店屋さんはないの？ご飯屋さんとか。え、なんやろ、普通でもシンプルに焼肉とか。あ、焼肉にしたらよかった。精肉店にしたらよかったんか。焼肉はきついやろこれ。もしかしたらね、あのまた急にこの後部座席がお店になっているかもしれないのでですね、今日やってるかなっていう気持ちになりながら朝4時までお仕事頑張ってください。遅刻やん。ユー、あ、やっぱ伊豆の方がうまいな。伊豆の方がうまい。うん、あはは、こういうとこにこぼしたあかんのよ。ほんまに。はい、どうぞ。じゃあ食べてみます。あ、いただきます。